今回は山田の人間性しょうもなさすぎて逆に好きになったに対するみんなの反応をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。こいつの人間性しょうもなさすぎて逆に好きになった。ひたちゃんには宝ないのかと思ってたんだが牛丼おごってって言ってたんだね。ミキの山田はもっと可愛いぞ。ぼっちライブで笑ってるのが山田とヒロイ。俺こいつのいいところ見せてもらってないんだけど。顔の良さは散々見てきただろう。曲もいいぞ。ライブハウスでどやったりしそうでどやったり、いいよなこいつ。か、軽く弾いただけだから。でもいいねこのベース。全力疾走ドヤ顔マンは現実でも結構いるらしいな。音を聞け音と言い、山田はバンドあるあるで構成されてるっぽいな。ちょいちょいアニメでクズどもられてるの笑う。他の連中は基本マイルドになってるのに何なんだお前は。1日で3回借金するんじゃない。クズだけど意外とメンタルが強いわけではないのが良い。ぼやまってないの。最高のバックレ仲間。コンビみたいなもんだよ。ぼっち山田は漫才コンビ感ある。ぼやまはすぐ悪乗りする。ぼやまは同じ波長の同じ世界観で生きてるからがっつり絡むことこそ少ないけど、結構な頻度で2人でバカやってるよ。憧れとか夢とかそういうエモいのは置いといて、人間的に一番ぼっちちゃんと相性いいのは山田だと思う。悪友って感じの相性だからぼっちちゃんに良くない影響が。ぼっちと山田を一緒にするとろくなことにならないし、そこにゆよこを投入する。このメンツだとなんとかしようと頑張るのがぼっちちゃんになるのが好き。空回るところも含めて好き。でも山田がいなかったら曲ができないんだぞ。音楽的なアドバイスはちゃんとしてるからな。小手先で書いた薄っぺらな応援ソングじゃなくて、ぼっちの個性を叩きつけてきてほしいんだ。ぼっちが成長してそういうの書けたならちゃんと受け止めて曲返してくる。音楽の話になると早口になるところ好き。実家太いくせに年下に金借りて返さないメンタルはちょっと真似できないものがある。みじかちゃんが怒った時の山田は聞く。作者のベーシスト精神がそのまま乗り移ったかのような人格。ぼっちのことをたびたび差しで飯に誘ってくれる心優しい先輩だぞ。あの、来月返してくださいね。ぼっちは最近口を開けばお金の話ばっかりだね。でもぼっちちゃん自分じゃ絶対金の話できないタイプだと思ってたら、ちゃんと返してくださいっていう根性あるのは意外だったよ。ぼっち、お金より大事なものってあると思う。笑える方のクスって感じですごく好き。皆さんは山田の人間性しょうもなさすぎて逆に好きになったについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。